ライゲイ型潜水艦4番艦のライゲイが進水し、ディーゼル機関が最新鋭のエンジンへと変わったとの情報を入手しました。今回は最新鋭潜水艦エンジンを詳しく見ていきたいと考えています。6000馬力で水中最大速力は20ノットとなっていますが、これよりも速くなっていますよね。カタログスペック通りの性能などありえません。静粛性では、世界屈指の潜水艦技術、機動力3倍や、6000馬力で4倍にはなっているでしょうか。海上自衛隊の保有する艦艇は、昨今、軽空母化の改修工事時が進められているいすも、型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH や、新機軸を多数投入したもが、身型護衛艦、艦首記号、FFM など多用途性を追求したものが増加している。そうした中にあって、海上自衛隊の中核戦力とも言うべき潜水艦は、今日2023年末現在でも、通常動力型の攻撃型潜水艦、艦首記号、SS 一本に特化しており、昨年2022年3月に構築した22隻体制を堅持している。ただし、こうした現行の通常動力型の攻撃型潜水艦、艦首記号、SS とは別に、今の日本の置かれた安全保障環境の悪化を見据えて、VLS 垂直発射艦を主兵装として装備する実証艦の建造も、昨年2022年末に打ち出されている。こうした VLS 垂直発射艦を主兵装として装備する実証艦が、実際に実戦配備される場合に、どのような位置づけで、どのような兵装を搭載し、どのような数が配備されるのかは、今後の成り行きを見守るしかなさそうだ。そのため、現時点の2023年末においては、未だ、海上自衛隊の中核戦力は、22隻体制の通常動力型の攻撃型潜水艦隊であるといえ、今、しばらく、その体制と位置づけが継続されるであろうことは、議論の余地を待たないだろう。そんな今の海上自衛隊の潜水艦22隻体制であるが、昨年2022年3月に、最新型のタイゲイ型潜水艦の1番艦にして、ネームシップのタイゲイが、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されたことで達成されたものだ。そして、今年2023年3月には、タイゲイ型潜水艦の2番艦である枠ゲイが、広島県の5基地を母港とする第1潜水隊群第1潜水隊への実戦配備を迎えており、代わりに、旧型艦が1隻実戦配備から外れる形で、その体制を堅持している。よって、2023年末の時点での海上自衛隊における通常動力型の攻撃型潜水艦、艦首記号、SS の実戦配備数は、最新鋭のタイゲイ型2隻、前級の総流型12隻、前々級の親潮型8隻によって22隻が確保されている。現在の日本において、海上自衛隊向けに、潜水艦の建造を行っている造船所は2社、2箇所に限定されており、1つが、三菱重工業者の神戸造船所、もう1つが、川崎重工業者の神戸工場であり、建造技術の継承にも直結していると言えよう。この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場では、互いが、学年で、潜水艦の心臓を担う形となっており、タイゲイ型では、3番艦のジンゲイを、前者が、2022年10月に進水させ、4番艦のライゲイは、後者が、2023年10月に進水させている。タイゲイ型の機構ベースでは、三菱重工業者の神戸造船所が、2022年5月に5番艦を、川崎重工業者の神戸工場が、2023年5月に、6番艦の建造にすでに着手しており、タイゲイ型自体が、現時点では、最終的に、何隻の建造となるのかは明かされていない。ちなみに、前々級で、現在の実戦配備中の潜水艦の中で、最も旧式な親潮型は、総数で11隻、前級の、総、流型は、総数で12隻が建造されており、前者の残り8隻をすべてタイゲイ型で代替するとすれば、少なくとも10隻の建造が見込まれることになるのだろう。
これら現在の海上自衛隊に実戦配備されている潜水艦は、おおむね、艦の種類ごとに、機関部の構成が異なっており、同様の通常動力型の攻撃型潜水艦といえ、と、細かな点で、進化を続け現在に至っているということができる。前々級の親潮型は、最も、通常動力型の攻撃型潜水艦として、世界的にも標準的な、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦の登場時点から導入されていた形式である。続く、そう、流型では、1番から10番艦までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機に加え、さらに、スターリング機関をも備えたディーゼルエレクトリック方式となっており、スターリング機関によって非対機依存推進を実現していた。当時の世界的な通常動力型の攻撃型潜水艦のトレンドを鑑みても、連続航行時間や作戦行動範囲を広げる上では、何らかの非対機依存推進を機関部に採用する例が多く、海上自衛隊では、スターリング機関を、その意図で用いたと思われる。こうした機関構成は、そう、流型の11番艦、12番艦の2隻以降、最新鋭の大原位型を含めて改定され、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式に改められて現在に至っている。海上自衛隊がこうした機関部の構成に変更を行った理由は、従来の鉛製の蓄電池に比してエネルギー密度が高いリチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載することに成功したためであり、リチウムイオン蓄電池を製造した GS ユアサ社の高い技術力が背景にある。もともと、従来の鉛製の蓄電池に比して、エネルギー密度、容量、持続時間、ひいては、充電時間の短縮に至るまで秀でた能力を持つリチウムイオン蓄電池ではあるが、特性上、どうしても発火しやすいというデメリットがあったと言われている。しかし、GS ユアサ社の技術力によるリチウムイオン蓄電池そのものの安全性の向上と同時に、三菱重工業者による長年の通常動力型の攻撃型潜水艦の設計、建造のノウハウの蓄積によって、艦の設計上からも、その欠点を抑えることに成功した。こうした技術的な革新によって、そう、流型の11番艦、12番艦の2隻以降、最新鋭の大原位型では、そう、流型前期の複雑な機関構成をシンプルに戻して、信頼性とメンテナンス性を向上させ、その上で、連続航行時間や作戦行動範囲を広げることとなった。大原位型は、途中から、機関構成を変更した双流型の11番艦、12番艦の2隻と異なり、設計当初より、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式の採用を決めていたため、スペース効率の面でもそれが寄与した。大原位型からは、海上自衛隊でも初となる女性自衛官の乗り組みが可能となったが、これは大きくかさばったスターリング機関を廃止したことで、女性自衛官用の艦内スペースが確保できたこともその一因であるとめされている。海上自衛隊が公表している数値として、大原位型は基準排水量で3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルとなっており、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても、最大クラスの艦隊を持つと言ってよいだろう。そうした大原位型の中でも、今年2023年10月に進水を果たした4番艦の来迎からは、重機である、ディーゼル機関を、従来の川崎重工業社製の 12V25-25SB 型2機から、12V25-3 型2機へと換装し、さらに、能力の向上を図っている。この川崎重工業社製のディーゼル機関 12V25-3 型2機を搭載したことによって、4番艦の来迎からは、新たなシュノーケル発電システムで、リチウムイオン蓄電池の能力を最大化するものと見込まれている。新たなシュノーケル発電システムは、リチウムイオン蓄電池の能力を高めると同時に、敵の対潜哨戒能力への負担値性能をも同時に向上させると言われており、静粛性に加えて、さらなる隠密性と連続潜航能力を高めるものと期待されている。この川崎重工業社製のディーゼル機関 12V25-3 型2機は、
最大出力で6000馬力、水中の最大速力は約20ノットと召され、カタログスペック上は旧型と変わらないが、実際の運用上の効率は格段に上がると考えられている。ただし、他国の攻撃型の原子力潜水艦の場合、軒並みのその水中での最高速は30ノット前後と、未だ性能差は大きく、海上自衛隊の潜水艦の運用用途が、従来の待ち伏せ方式から脱却することは、通常動力である以上、困難である点は変わらないだろう。